ですね、こちらは勝美さんの ZC33S になります。勝美さん、あのツイッターとかは？あ、やってないです。自分はやってないんですね、はい、まあ残念です。まあ赤と黒のツートンで、あの自慢のポイントとかちょっと教えてもらえたら。そうですね、マフラーですね、はい、マフラー、はい、マフラーがですね、ちょっと俺初めてこれ見るんですけど、もういっぱいいっぱいですよね。うん。で、これはどこ製ですか？はい、富士坪製なんですよ。ちょっと初めて見るんで、でちょっと音聞かせてもらっていいですか？はい。ちょっとね、初めて聞くんでこれ。はい、お願いします。超低音ですね。ちょっとだけ吹かしてもらっていいですか？おお、まあめちゃくちゃうるさいわけじゃなくて、車検対応ですよね、もちろん。もう、はい、あの直径がめっちゃでかいんで、もうこんな感じですね。とあとはタワーバーが変わってましたよね。ちょっとタワーバーも見せてもらっていいですか？ちょっとこれも初めて見ますけど、はい、ブリッツ。これですね、自分たちのってもうこっから撮るんですよね。ただこれは横から撮ってあるんで、これどうなんですかね、合成的に。まあうん、こうですね、こんな感じですね。これ高かったでしょ？まあまあですね。まあまあ高いんですか？いや、でもあのクスコより若干安かったです。あ、クスコより安いですね。へえー、自分もいくらしたか忘れたですけど、1万いくらぐらいだったような気がするんですけど、ね、ああ、そのぐらいですね。おお、あとまあこれからやられるところっていうのはあれば。そうですね、スタビライザーとか入れたいですね。あ、スタビライザーですね。もう走る方で行くわけですよね。そうです、ね、ああ。まあ人それぞれですもんね。やっぱエアロをつけたいとかいろいろありますけど、やっぱ走りの人はやっぱスタビとかデフとか足回り行きますもんね。そうです。ということ、うん、はいはいはい、グランプの色変わります。お、やってみてくださいよ。おお、黄色にもなるわけですね。これもやっぱなんかキットものっていうか、はい、移植切り替えの LED。 あ、なるほど、切り替えの LED がをつけていらっしゃるわけですね。結構見えます。あーですよね、黄色だけですね。へ、うん、っていう感じです。まあちょっと熊本の人に向かってなんか一言お願いしますよ。ちょっとレベル的にはちょっとやっぱ上げていきたいじゃないですか。そうですね、ちょっとお願いします。そうですね、結構スイート面白いので、まあ峠とか走るとですね、結構キビキビ行くので面白いので、はい、皆さんまたちょっと増やして集まりましょう、はい、ということで勝美さんでした、はい。